わたるエロいの発見やら。天使かと思った。10年前親同士が再婚して一人っ子だった僕に妹ができた。お兄ちゃん母親がイギリス人でハーフということもあり、それはもうすごく可愛くて、甘えん坊でいつも頼ってくるような妹だったのだが、10年経った今、あの頃の面影はもうない。あれ、翼、俺のプリン知らねえ？うん、おりゃ。なあ、翼、聞いてんのか？プリン。まあ、もう何？プリン？知らんし。おい、マジか！ふざけんなよ！あれは俺が1ヶ月間頑張ったご褒美に取っておいた瓶入りのちょっといいプリンなんだぞ！はぁ？男のくせにご褒美とかキモ！キモ！半年前から僕は就職を機に一人暮らしを始めたが、そこになぜか妹が入り浸るようになり。マジか！ウケる！我が物顔でこの部屋を私物化していた。マジでうぜえ。だが、それより問題なのは、まあ、もう渡る、このゲーム飽きた。なんか新しいのないの？ねえってば。バカ野郎、贅沢言ってんじゃねえよ。あ、うざ。正直最近の翼は目のやりどころに困る。ネトリくらい入れよ。目のやりどころにほんと困る。いやいや、俺は兄だ。なんかないかな。血はつながってなくても、正直ちょっと前から翼を性的に見てたとしても。およ、なにこれ。妹が可愛くて可愛くてしょうがなかったとしても。わたる、エロいの発見やら。俺は何を。しまった、やばい、これはやばい、ごめん翼、やばい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 。謝んなバカ。え、いきなりでちょっとびっくりしたけど、私も実は渡るのことちょっと。え、そしたら一人暮らしとか始めちゃうし寂しかったっていうか。え、え、いいの？顔足で踏むな。起こしたのに起きないのが悪いんです。って、お前その格好は。へへ、ありがたく思え。今日は私が朝食作ってやったぞ。え、マジ？お前それ食って大丈夫なやつ？ふざけんな。